こんにちは。 YouTube を始めて1日の草薙剛さんにチャンネル登録者数が抜かれました。てかちゃんです。稲妻イレブンゴスライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。世間は今日文化の日という、まあ、祭日になっておりまして、まあ視聴者の皆さんも、まあ、仕事だったり学校だったりが休みなんじゃないでしょうか。まあ、そんな中、うちの学校なんか学校あるみたいで。はい。まあ、ちょっとそんな感じで、ちょっとなんか悲しみながらやっていきたいと思います。まあ、今日学校の代わりに月曜日が、まあ、代休としてあるんだけども、なんか、疎外感あるよね。やっていきます。今回河川敷でいきましょう。はい、今回は試合でやっていきます。お、夏美ちゃん。このさ、なんか立ち方いいよね。で、今回の対戦相手なんだけども、稲妻ジャパンで行こうかなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ始めましょう。このなんか落ち着いたトーンがいいね。はい、ということでフォーメーションこんな感じでいきたいと思います。今回なんですけども、無印版敵オールスター、はい、こちらのチームをねやっていきたいと思います。今日から3連休ということで、まあ、テレペガのイナストでは敵オールスターの企画をやっていこうかなと思っておりまして、で、今日が無印版の敵オールスターで、明日が号版の敵オールスター。そして、日曜日にこの2チームを対戦させると。まあ、そんな感じでやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。ということで、今回無印ということで、まあ、稲妻イレブン、ワン、ツー、スリー、あと、最強軍団、オーガシラに出てくる、まあ、敵キャラクターから、メンバーをね、選抜して選んでみました。で、これメンバーのね、基準なんですけども、やっぱり、この印象の強さ。まあ、アニメとかでのね、すごく印象が強かったキャラクターを中心にチームを組んでおります。で、これ見てほしいんですけども、まあ、そうですね、ディフェンダーが風丸しかいない。でよね、これ。風丸しかいないということで、チーム構成がめちゃめちゃ下手でございます。うん、まあ、でもこれ、オールスターってなったら仕方ないのかなと。まあ、そういう感じでよろしくお願いします。よろしくびー。はい、フットボールフロンティアスタジアムですね。試合開始だ。試合開始だ。はい、ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで11月入って、まあ今日3日目ということでございますけども、うん、なんか11月ね、ものすごくね、テレビが調子良かったんで、11月もいい感じでいけたらいいなと思っております。はい、そういう感じでやっていきます。おっと、やられたね。うん、まあそのね、やっぱ YouTube ってやっぱりね、その夏休みとか春休みとか冬休みっていう長期休み、やっぱり学生が長期休みに入る頃がすごく伸びるんですけども、その10月に結構10月とは思えないぐらいの再生数が出てて、本当にありがたい限りです。さあ行きましょう。11月も頑張りますよ。さあこれは行きます。止められるかな。ゴッドノーズからのオーディーソードチェイン。オーディーソード。さあこのチェイン熱いね。どうだ。チェインだ。いいね。チェインが決まって、まず1対0。先制点が決まった。よし、決まったな。おお、なんか似てるやつが2人いた。やっぱりね、アフロディ、まあ、ゴッドブレイクでもいいかなと思ったんですけど、やっぱりゼウスのアフロディって言ったらゴッドノーズなんでね。お、タイガードライブ。さあタイガードライブ行きました。あ、オーシュードチェインが入ってきた。ファイヤートルネード。おお、なんかタイガートルネードみたいな感じ。これゴッドハンド X で大丈夫かな。大丈夫かな。ハンド。よしよしよし、しっかりと止めていきます。ロココナイス。うん、ロココゴッドハンド赤いのにレベル1のゴッドハンド、これイナストで使ったら黄色いっていうね、ちょっと悲しいところでありますけども。さあこれはレーズですね。抹茶ソフトクリーム、エイリア編で一番最初に攻めてきたキャラクター、これいけよーし、入ったかな。ワープドライブ。このさ、髪の毛のさ浮き具合さ、もう重力を完全に無視してるよね。さあこれは行きましょう。ちょっと待って、ここパス回しを待って、きた。あー来たね、これ吹雪エイリア走りだ。見事なエイリア走り。これ入れ入れ、よーし、ナイスー。フレイムダンス。
俺さ、フレームダンスをいつも使うとき、エグザイルのダンスみたいだとか言ってたんだけど、あれってブレイクダンスだよね。ブレイクダンスって言ったら、もうどっちかって言ったら99の岡村さんみたいな感じか。さあ行きますよ。これ、シュートチェーン入るかな？さあどうだ、コーテーペンギン X。 これはちょっときついかな。ダメですね。うちのチームはコーテーペンギンと、まあ、のゴッドハウンド2つのセックスがあります。嘘です、はい。待って、これはよし取って、そうフォワードが多いから攻撃力がすごくあるんだけども、攻められたら終わりっていうね。あ、僕は一人じゃないんだ。なんかね、すごくね、ぼっちじゃないアピールしてますね。そんなにぼっちなのが嫌なんでしょうか。僕も嫌ですけどね。よし取って、これはこれどうしようかな。シュート打ちたいけど、なんかいいのいねえかな。あ、これ打とう。あ、そうだ、ちょっと面白そうなシュートがあるんだよ。フード発動でさ、ちょっと面白そうなシュートがあるので行ってみよう。行きます。ラストデスゾーンを打ってみた。あー、でもシュートブロック入った。スーパーゴフミ、ゴフミ、これはまあ、あー、でもどうだろう、これは怒りの絶対、はい、これも多分あれですよね、後ろには解雇された魔人さんが新作では解雇された魔人さんがいます。これ止めろ、入るね。すごいね、ブレイクダンスめっちゃ決まるやん、めっちゃ決まるやん、うん、お前サッカー選手より絶対向いてるよブレイクダンサーの方が絶対向いてる。あの三浦大知のバックダンサーとして踊ってよこれ待ってよ、これはね、ちょっとどうしようか、どうしようか、なんかあの探したい、技を打てていない選手を探したいところであるんですが、あ、これ疾風ダッシュ、疾風ダッシュ、そうそうそう、でもこれダークエンペラーズの風丸の疾風ダッシュで全然モーション違うんだよね。止めろ、あー、ちょっと待って、これ大丈夫か、よし、これは入るか、入ったね。俺こそは軌道ユートだ、嘘つきな行きます。さあデススピアーでどうだ、お、あ、いや、あ、なんで君1回で使ったのなんで君使ったんだろう。よし、決まっていく2対0。なぜあなたは使ったのか、うん、ちょっと技のチョイスが下手くそですね、うん、頭悪、ちょっと待って、これよし取って、ほいほい、せっかくだしあれを見たい、あれを、ヘブンズタイム、よし、ヘブンズタイム、いいね、ヘブンズタイムいいっすね、ヘブンズタイムね。なんかゴッドノーズもそうだけど、なんかドリブル技であそこまで有名な技ってあんまりないよね、ヘブンズタイムみたいなさ。さ、ちょ、はい、よし、た一人はツー、うん、稲妻イレブンで唯一俺でもできそうなドリブル技まあできないと思うんですけど、さあこれはあってよ、こうちょっと待ってよ、なんかもう技尽きたんじゃね、俺、ちょっと待って、もう打ちすぎた、あ、ちょっとペガサスショット打とう、ペガサスショット打ちましょう。1、2、いきます。さあペガサスショットでどうだ、これは異次元ザハンド、さっき使えさっき使えだよね、マジで。さて、これで前半終了っぽいかな、前半終了っぽいですね、これで。ちょっと待ってよ、あ、行ったんじゃない、あ、よーし、オッケー決まっていく。なんかね、ああいう形になっちゃうとノーマルシュートを打ちたい欲が出ちゃうよね出ちゃうよね、しゃあない、しゃあない、叩かれるけどしゃあない。あ、いいね、この左足、そうそうそう、最近ね、ノーマルシュートになんかロマンを感じるようになってきた、うん、なんかあれですよ、ウィーレをやってからノーマルシュートにロマンを感じるようになりました、うん、そう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 、まあ、これ前半終了ということで 3-0 ですね、いい感じ、支配率も 82% と、もう素晴らしい数字ですね、もう言うことなし。
っとつまんないですね。で、後半はデザーム出しましょう。デザーム、オサーム。で、アフロディがいるので、いや、グラウンは下げたくねえな。こうか。ガゼルバーンを出して、せっかくだし、カオスブレイク、ファイヤーブリザードを打っていこうかなと。デスタ繊維はいいか。ここを見たらちょっと変えようかなと思っております。さあ、頑張りましょう。3-0。久々に今日は大量得点いけるんじゃないでしょうか。俺らしくない。もう俺らしくないよね、3-0 とか、うん。いつもさ、2対1とか1対2とかがさ、俺らしいのに。俺らしくないなぁ。やってよ。あ、やばいかも。さあ、タイガーストーム来たよ。これ大丈夫か？ドリルスマッシャー。大丈夫でしょうか？不安です。おー、弾いていく。オサームやるね、オサーム。オサームやるね。さて、オッケー、待って、これ、完成、よし。はい、しっかりとかわしていく。今日はね、選手たちの個性もいろいろと出てて、いい感じですね。うん。あ、来た、来やがった、来やがった。よし。ラウンドスパーク、さあ、ラウンドスパークでかわして、よし、これはアフロディが、うわー、もう、出るか、遠藤、そこで。出ちゃうか、うん、出ちゃう、中に。すいません、これ、オフサイドっぽい。あー、もう、ライン、ちょっとね、オフサイドラインをしっかりとしてくれ。うん、待って、これは、よし、多分ね、イナストってさ、こういうなんか、オフサイドとかにリプレイ出ないから、なんか、若干判定ガバガバでもバレなさそう。さあ、流星ブレード来ましたね。これでドリルスマッシャーで大丈夫でしょう。甘い甘いぞ、ドリルスマッシャー。大丈夫、よし、大丈夫。さあ、しかし TP がもうなさそうな気もしたんですけど、まあ大丈夫でしょう。うん、適当にね。あ、さあ、グラン髪型がすごくなってる。そこで待ってよ。なんとかシュート、カオスブレイクを打ち込みたいとこなんですが、さあ、使えてきましたね。ちょ、あーくそ。いや、でも溜まってる。これ行きましょう。カオスブレイクをね、ズバーンと打ち込んでやろうかなと思います。さあ、カオスブレイクどうだ。これ異次元ぞ、おお、しっかりとここは止めていきました。うん、まあまあまあ、それが自然だよね。うん、世界編で出た技と、これ怒りの鉄に止められてる技ですから、まあ止めて当然だよね。これは待ってよ。さあ、これはよし、弱いものほどよく吠える、うん、君エイリア最弱のくせに。さあ待ってよ、これはね、うん、弱いものほどよく吠えるって言うけど、ザナークは俺は強いがよく吠えるって言いますね。さあ、これ待って、あー待って、おい、あー、ファイヤートルネード、これはドリルスマッシャーでいきましょうか。いや、ワームホール大丈夫。ああ、ちょっと調子乗りましたね、今。調子乗ったね。うん。決まったな。うん、俺調子乗ったね、今。ワームホールでも大丈夫だと思ったね。うん、ワームホールで受け止めきれなかったっていうね。はい。ちょっと待ってよ、これデスタとセインの出番がなさそう。やばいぞ。僕は一人じゃないんだ。あ、出た、ボッチアピール。また出た。好きあらばボッチじゃないアピール、君。本当に。うん。それしか言わないからね、吹雪くん。人の限界を教えて。ね、もうなんか虚しいよね。虚しいよね。さあ。待って、止めろ。よし。キラースライド。さあ、キラースライド止めて。さあ、これは、ちょ、待って。Wait. OK。さあ、これは、待って。ちょ、バン。はちょっと待って、これは、ファイヤーブリザード、来い、行きましょう。来たかな、これは。さあ、ファイヤーブリザードどうだ、これは。
おお、決まっていく。4対1へ。思い知ったか、ザコども。思い知ったか、ザコどもが。ということで、あんな赤い髪してたらさ、絶対将来はげるよね。よし、これはちょっとボールを出しましょう。出しましょうタイム。俺もさ、さっきワームホール見てて思ったんだけど、そろそろ俺女性のワームホールにソーセージ突っ込んでもいい頃なんじゃないでしょうか。という、要するに童貞卒業したいってことです。オッケー、いきます。さあ、これ待って、よし、ちょ待って、オッケー、よし、今粘ったね。粘って、ちょ待って、なあ、よし、オッケー。ズバババーン言うてる、ズバババーン。あ、ちょ待って、これ、あー、待て。スーパーチコフミ。さあ、ライデンが奪っていく。待って、これは、ちょ待ってよ。ドーピングおでんを使わないと、これは。さあ、これセインでいきましょう。いや、デスタの方が髪のボリュームあるし、こっちでいくわ。うん、基準は髪のボリュームです。よし、ちなみに最近私も髪のボリュームがなくなってきて、はい、危機感を感じております。そうなんだよ、ちょっと髪の毛ボリュームなくなってきたんだよね。大丈夫かな、うん、なんでかな。なんでかな、教えて教えて。待って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 、あれ、おでんの意味がない、おでんの意味がない。止めろ、よし、あ、これやばいか。うん、かわしていく。さあ、これ風神の前、風神の前。あ、今何があった今。あ、俺今技使ったじゃん。あ、試合終了、うん、俺デスタにおでん食わせただけやん。うん、おでん食わせただけやん。美味しい思いしてるだけやん、それ。はい、ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。うん、なんか今日はね、うん、落ち着いた感じでできましたね。うん、接戦だったら、俺、多分ね、激しい口調になってると思うんで、まあ、こういう落ち着いた口調もできるよっていう、はい、そういうアピールになってよかったです。うん、はしゃいでるとさ、女性が寄ってこないんだよ。別に落ち着いたからと言って来るわけでもないんだけどね。で、明日はね、まあ、さっきも予告した通り、まあ、合板の敵オールスター。で、明後日日曜日がこれを合体させると。合体というか対決させるという感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あと、リクエストの方もどんどん募集しております。はい。まあ、ツイッターだったり、あと、このコメント欄。最近コメントの返信できてませんけども、ちゃんとね、リクエストのやつはちゃんとスクショしてあるんで。はい、またよろしくお願いします。てな感じで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。またのー。